私は高校卒業するまでに和光大学文学部の勉強を終えてから、みんなと同じ大学入学の年齢で、今度理数系の大学の神奈川工科大電気科に入り、21歳までに博士課程の勉強を終えて、一番当時優秀な生徒しか入れない三島研究室の先生を担当しております。で、今回ですね、今、量子コンピューターとかですね、私はちんぷんかんぷんなんですけども、昔は名誉電子工学博士だったんですけどね、もう引退しておりますけども、ちんぷんかんぷんですね。量子コンピューターね。頭働かすことが今できません。でですね、私が個人で今やってることは投資ですね。パソコンでも無限に個人で稼げるということでね。で、そのお金の使い方ですね。自分のは自分で使いますけど、あるけどね。無限にお金稼ぎ、コンピューターで分析すると自動売買なんか作ってですね、稼げるわけなんですけども、これはね、許可が必要なんですよね。世界政府の許可。日本の政府だけ、国内の政府だけじゃ許可取れないんですよ。コンピューター使って、また自分で考えてでもいいんですけども、投資でね、たくさん稼ぐということが許されません。軍事的な力も必要だしね。と言いますのは、もう100%投資で無限に計算すれば、お金はいくらでも国家予算も稼げるわけなんですね。進んだ国すべてそうなってます。じゃあ、そのお金の使い方ね、どうするかということで、あるところでは許されるわけなんですね。例えば、量子コンピューターの開発に、費用はね、自分のところでお金都合できるんですね。国から予算なんかもらわなくても、投資でコンピューター使って分析するって無限に稼げるわけなんです。ね。だから、その時には莫大な費用かかるんで、量子コンピューターの研究とか、いい世の中のためですね。になること、これを発表して世界に許してもらってですね、研究費が使えるという点、無限にね。そのお金は政府が出すんじゃないんですよ。自分で稼いでるだけなんですよ。だけなんですよ。ね。コンピューターで投資させて、ね、無限に稼げるんで。で、ただね、稼げたってそのお金を自由に使えないわけですよね。世界との調和があるわけね、世界。特にね。で、自分の食い物、余暇に全部回しちゃいけないわけですよ、そのお金はね。今もう無限に計算で、コンピューターで、外貨投資とか株投資で儲けることができるんですよね。パソコンだけでもできるんですよ。量子コンピューターとかスーパーコンピューター使えば簡単すぎちゃうんで、問題外ですけども、それ使れば一番楽なんですけどね。投資はもう無限にコンピューター使えば現在稼げるようになってるんで、世界中ですね。で、それに対して、その資金をね、例えば日本だけ、それでね、無限に稼ぎ、簡単にお金稼ぎできるから、世界中からお金取るのと同じなんですよ、投資はね。だから無限に、それでのさばるわけにはいかないわけなんですよ。各国ですね。お金稼ぎ、コンピューターで投資すれば、無限に稼げるし、計算が出るんですね。で、現状そうなってまして、個人でも私でももう幸福してますから、だから許可取れる分だけお金稼ぎできるわけですね、投資でね。で、会社なんか行ったら、同じようにやっぱり、
簡単にね稼げるわけですよ。投資をねコンピューター使って計算すればね。でその資金で量子コンピューターの費用とか全部自分でね、富士通さんなら富士通さん、IBM さんなら IBM さん、もう現状稼げるわけなんです。お金は無限にね。うん、だから、大事なものを研究費にね、その大事な研究費には人件費に出していいと。で、お金はその研究所で自分で都合できるんだね、投資でね。人工知能で。外貨なら外貨株に投資して、ね、無限に稼げるわけですね。でそのお金は自由になりませんよということですよね。だから世界との調和ね、力関係もありますしね、その国だけ働かないで簡単にお金手に入れることができるわけです。投資で人工知能ね。だからたくさん無限に稼げる、簡単にお金が稼げる投資ですね。の資金は、だから大事なものをね、量子コンピューターとか、もう設備費用が莫大にかかるようなものね。それに対して自分で稼いだお金で研究費使うのはいいだろうって、ね。で、その、従事るね、研究にちゃんと仕事してるんだから、ですね、人件費はその働いてる人たちにはいいんじゃない、与えていいだろうというようなことの問題ですね。今揉めてるのはそういうことですね。世界中ね、で医療関係の研究費にも、ね、自分たちでお金都合するんだから、すんだちゃんとできますから、自分で稼げますから、そのね、投資は簡単に稼ぎますから、コンピューターで、人工知能でね。それで、医療関係の研究開発、病気なんかの対策ね、それに使うの、ただ発表しないとダメだよということですね。勝手にお金出してね、使えるわけなんですから、無限に。何にも働かないでお金稼ぎできるんですよ。もう人工知能でね、投資でね。ですから発表して、もう医療関係も全然、だから自分で都合できますから、お金はね。国が出すもんでもないわけです。皆がお金出すもんじゃないんですよ。自分でお金都合できるわけなんですよ。もう進んでますから、技術はね。だからどっちもできるわけですよ。ね。だからどこまでお金使っていいんですかというようなことですよね。だからそれには、お金自分で稼げるからって言ったって、投資は簡単なんだから、お金を都合するのはね。そのお金で研究開発もやっぱり発表しないとダメだということですよね。まあそういう問題ですね。世界に発表しないと。一つの国でそんな簡単にお金手に入るものを使ってばっかりってね、投資でね。外貨、世界中のね。それで遊ばないでお金手に入れたもので、ね、国を築いたらやっぱり世界各国ずるいっていうことになるわけですね。ね。ということで、量子コンピューターなんか一例ですけど、お金かかるって、ね。普通で1日で計算することを130年間分ぐらいの処理計算を一気に1日でやってしまうとかね。こんなことは今できてるわけなんですよね。で、僕ね、量子コンピューター、ちんぷんかんぷんで意味わかんないんですよ。3ビットでやるのって、全然意味わかんない計算ですね。ね。全然意味わかんないって言ってるわけなんですけど、もう、引退してまして、もう、年取って65歳過ぎてまして、引退してますけども、ちんぷんかんぷん。まあ、そういう中で、投資はね、個人でやってて、2016年ズルズルデータの世界チャンピオンになってまして、1位になったことあるんですね。そんなことで、ああ、簡単だってお金稼ぐのは、ああ、なんだ、計算でもう簡単に無限に稼げる、ここはさ、もう稼げるんだ。で、そんなような発表してるわけですよ、現在までね。で、
一般のそのコンピューター会社とか IBM とか富士通とかね、一緒に仕事したことは昔はあるんですけれども、ああできるわけですよね。お金無限に用意できるわけです。人からお金もらうたって外貨投資でコンピューター使って簡単なんですよ。無限に稼げるわけです。だからそのお金無限に手に入れるには世界にその使い方言わなきゃ、一つの国だけでそれね、簡単にコンピューターで稼げるお金を使ってね、働かないでね、資金つ使ってね、裕福になるなんて、それはずるいでしょ。だからそのお金は研究、良い世界的に良いなる、良いことになるものを、医療関係の研究開発とか病気なんか治すね、研究開発には自分で稼いだお金だから、外貨とか投資でねやっといて莫大な費用を使っていいだろうということですよね。ね、そういう今揉め事がありますね。これをね、今後どうするかっていうことですね。イーロン・マスクさんなんか、なんか量子コンピューターで簡単に稼げるってみんなにお金分けてるみたいですけど、今 ね1日15万ぐらい稼げると、ね、やってますけども、それは完全ではないんだろうけど、でもやっぱ稼げるわけなんですよね。ね、きっと僕も会員に入っていますけどね。量子コンピューター何のことか分かんないから、僕はね、まだ見てるだけなんですけど、一応会員には入ってますけど、そちらでもなんか稼げるみたいな感じなんでね。まあ、定員はもう締め切っちゃうのかな、感じですけども。僕は入ってるんですよね。で、まあ自分でも稼げるから、自分の方でね、勉強してるわけですね。ということで、投資で無限にコンピューターで稼げるんで、個人でも稼げるんで、当然大手のね、富士通さんとか IBM さんとか、量子コンピューター開発したり、莫大なお金かかるものを作ってるけども、自分でお金が都合できるから、政府からお金もらわなくていいし、周りからお金もらわなくていいわけですよ。で、自分で稼ぐお金に対してね、で、量子コンピューターとか研究費開発たくさんいるわけですよ。そのためだったらさ、ね、簡単に稼げる投資でね、自分で稼げるんだから、使っていいだろうと。で、どこら辺まで許されるかっていうのは発表でね、世界に発表してやっていただきたいという。医療関係の薬の開発も、他全然お金なんかもらう必要ないんですよ。自分で稼げるんですよね。ね。簡単に稼げるんで、お金がね。それは国際的なお金の流れを、ね、枠を作って流させることだから、これ世界中に影響するわけなんですね。だからそこら辺があるんで、ちゃんと、その説明をして発表してね、お金を使っていただきたいということですね。まあ、今回、私がね、説明したかったのは、今、その研究ですね、研究開発、膨大にお金かかる大事なこととかね、に対してね、ただ、それで遊んじゃう、そのね、簡単に稼ぎを通して遊んじゃいけないわけ。他、外国がやっぱり苦しむわけです。やってないところに。ね。働かないでお金手に入れることができるわけなんですけど。ね。投資でですね。外貨投資なんかね。人工知能で簡単に稼げるわけです。だから、自分の国だけ医療関係を良くしてね、お金使ってね、裕福にするっていうわけにいかないんですね。世界にも通じる薬の開発とかね。そういうような研究費ですね。個人的にその医療をよくしてる 国のね、支払わないで済むとか医療とか、そんなダメなんですね。国でちゃんとそれは各地働かせて。そういう問題ですね。
この問題をね、世界政府がしっかりやっていくと。ということで、私の方は指導しております。どうもありがとうございました。私は、半負けの本家でね、日本の創業者でございます。また、ドバイという国も外国の国も作っております。そんなわけでね、言わないとね、命取られて、やっぱやられちゃうんですよ。で、そういうふうなね、地位持ってるって言うとね、楽すぎちゃうんですよ。で、自分自身が今まで言えなかったのは、その楽すぎて死んじゃうんですね。父は仮に芸能人やってたことあるんですけど、NHK 紅白歌合戦で25年間音楽担当して、役所のね、NHK のね、音楽番組の担当を25年やってましたけど、半馬会でね、音楽担当やってましたけども、日本の創業者ね、半馬家を作ったね、本家なんですね。で、僕の方は遺伝で、父はありませんけど、ドバイなんかの国を昔作ってます。遺伝がまた持ってるんですけれども、父よりかさらに上のね。ということで、芸能人でもね、人気があるともうめちゃめちゃ楽になっちゃうわけですよ。子供の時はそうでしたけど、逆にその日弱になるんで、体がダメになっちゃうんですね。そんなものもあったんですけれども、日本の創業者なんていうことも楽すぎちゃう。何も仕事しなくてよくなっちゃうんで、今では言えなかったんですね。だけども命やっぱり取られるんですね。言っとかないと取られるんですよ、やっぱ。危なくなるんで、それまた自分で体験でね、覚えて、やっぱり言っとかないと殺されちゃうなという力関係でね、天皇陛下よりかエリザベス女王家よりか私の方が古い貴族なんですね。それ言っとかないとやっぱり命取られるということを気がついたんで、最近発表し始めましたね。で、言っとくと命取られなくなる。前は言ってなかったら厳しかったと。ただ言わないでいないとやっぱり死んじゃうんですよ。ひ弱になりすぎて何も仕事しなくて地位だけでお金が手に入るんだよということでね、よしてたんですけども、限界もありました、ね、そういうことでね、ですね。どうもありがとうございました。今回は私半馬岩先生はね、コンピューターで無限に外貨投資稼げるんで、このお金の使い方は正しいね、皆に、外国にもためになる研究費なら外貨だから、世界からお金も流れをもらってもらうもんだから、高くかかる量子コンピューターの研究開発とかね、費用、人件費はね、自分でお金稼げるから稼いだやつで、無限にか、ね、稼げるから、膨大な費用をかけてもいいだろうと、ね。で、そのためには世界に発表していく必要があって、お金使ってますよって、それだけね。みんなからお金もらってませんよということでね。研究費とか、あまりかもらってないんですよ。自分のお金で使ってるわけですよ。だったらいいだろうということですね。どこまで許されるか。ただ流れを取ってるんで、外国が厳しくなるわけですよ。ただそれで食っていったらまずいわけなんですね。おまんま食っていっちゃいけないんですよ。他が働かないといけないんですよ。おまんま食うためのね、費用。お金の入れを、流しをつけちゃってるということだけなんですよね。で、まあ、大事なことはそういうことでした。どうもありがとうございました。半馬岩先生でした。